皆様こんにちは。島のシンガポールのアロンと申します。今日は22、3年大阪フィッシングショーで山本博太さんと一緒です。じゃあ皆様よく知ってますね。以前には何度も山本さんと一緒にビデオを作ったことがありましたが、今日はまた山本さんと一緒です。じゃあ山本さんお願いします。はい、どうも、島のインストラクター山本博太です。今回ね、新製品の方を、ご紹介しようと思います。じゃあ山本さん、何個の質問も準備していますか。はい、はい、さて今日はオーシアジガーリミテッド、あの LGA と SLJ のロッドを紹介しますが、はい、このロッドのを実際に使ってみた感想を聞かせてください。はい、この LJ と SLJ は、まあ、リミテッドっていう名前がついてるだけあって、非常に高質なカーボンを使って作り上げてます。でそこのコンセプトっていうのは超高感度、感度がいい、竿の感度がいいで、パワフルな竿で、しっかり曲がる、それでいて人間の疲れを減らしてくれるような竿の曲がり方と復元をする竿に仕上がってます。なるほどです。はい、はい、じゃあ次の問題ね、ライトジギングとスーパーライトジギングの違いについて教えてください。はい、基本的に、ライトジギングは、100g から、100g 前後ぐらいかなっていうのをこう普通に言うようにしてて、スーパーライトジギング SLJ っていうのは 100g 以下。あ、そうですか。はい、だから、シンガポールでいう、40g 切ったらシンガポールはマイクロジギングかなっていうところも、もう日本では一応スーパーライトジギングの枠に入ってます。ああ、そうですか。はい、じゃあライトジギングは 100g からですね。じゃあ何 g までですか。160 g ぐらいまでが目安かな。はい、その辺は日本に関してはあんまりこう細かく決めてなくて、だいたい軽いロッドと、軽いリールを使って細いラインでやると、ある程度こう、ライトジギングかなっていう風なふわっとした感じ。ああ、そうですか。はい、そういうことですね。じゃあ山本さん、何度も東南アジアで釣りをされていますが、LJ と SLJ で使うジグの重さは何がいいですか。またその理由は、スーパーライトとライトジギングの差を分けてるんやけど、100g 前後と、それ以下がスーパーライトジギングっていう使い方をしてて、はい、僕が釣りした中で、やっぱり 40g、60g っていうのをシンガポールでよく使いました。はい、で結構やっぱり釣れたので、そうやね、ジグのウェイトもあるんだけど、その時その魚、狙ってる魚が食ってる餌のサイズに合わせてあげるっていうのがやっぱ一番大事かなと思う。だからその状態で今日はスーパーライトジギングなのかライトジギングなのかっていうのを判断してもらうと、よりこう魚をキャッチできる確率が上がるんじゃないのかなと思いますね。じゃあその水洗ジグはありますか。水洗ジグね、今回はこの3種類、こうも僕のフェイバリットジグになってます。で、このね、シックスサイドっていうジグはどっちかっていうとライトジギングの、ジグになってます。で、この2つの方はもうスーパーライトですね。ウェイトの方も 40g から 100g 弱まで用意されてるんで、だいたいこの3個を使い分けて今釣ることが多いです。はい、でそれはもう餌のサイズであったり、その時魚が食ってる餌の動きに合わせたりとか、いろんなことを想定してこうジグを変えていくとジギングの面白さが伝わるんじゃないのかなという感じでやってます。わかりました。じゃあこの3つは山田さんのお好みですか。そうですね、全部開発に関わってて、やっぱりシチュエーションによって使い分ける。例えばシックスサイドやったら、はい、こうね、お尻の方にね、重さがこうあるよね、ウェイトは、はい、だから潮が速いでしょ、シンガポール、はい、ああいう時はこういうジグ使ってもらう。で潮がない時なんかっていうのはこういう平たいジグを使ってゆっくり落としていくと、結構やっぱりバイトが増えてくることが多いです。でパイロットはやっぱりこのペブルライトかな。僕はまずこれを使ってその日の海の状態、魚の反応、潮の動きっていうのを感じるようにして使い分けてます。ありがとうございます。で LJ や SLJ を行うのになんか適したスピニングリールやオーバーヘッドリールには何を求めますか。その特徴は強さ。はい、やっぱり強さ。スーパーライトジギング、ライトジギングって言っても小さい魚を狙ってないんです。タックルがライトになってるだけで、やっぱり不意に来る10キロオーバーとか青物とかっていうのをターゲットに入れてるので、やっぱり強くないとダメ。強くしっかりしてて、魚を上げるリフトパワーであったりとか巻き込んでいくリールのパワーっていうのは絶対に必要不可欠なんで、ドラグの良さもあるし、強さもある。その中で、竿リールの、軽ければ軽いだけ楽なので、で、今島野にはその選べるリールがいっぱいあるから、
その時その時によって合わすようにしてます。じゃあ目安の番号がありますか、リールのサイズ。そうですね、僕はコンクエストやったら、オシラコンクエストやったら200と300番で、グラップラーシリーズやったら150番を使ってますね。はい、で大体ギアは、ハイギアとパワーギアを使い分けて、その魚ってね絶対こう反応する速さがあるんですよ。それを探すために、まあ今日はパワーギアっていうわけじゃなくて、今食わなかったら次パワーギアにしよう、パワーギア食わなかったらハイギアにしよう、ハイギアダメやったらエクストラハイギアにしようっていう感じで変えていくだけで、リールを変えるだけでジグの動きって変わるので、リールもその選択肢の一つとして考えて変えていくとより釣れると思います。でもライトジギングとスーパーライトジギングにはスピニングリールも使いますね。使います、はい、スピニングは、基本的には C3000 と、4000で、やっぱりこう大きい魚がかかったり P ラインを少し太くする場合は、5000番を使ってます。でやっぱそのスピニングの場合は、まあ、キャストできる能力と、はい、滑らかなドラグと、やっぱり軽く曲げるパワーっていうのがやっぱすごい大事かなと思います。まあ、メインは4000番を中心に考えてもらうといいかなと思います。で P ラインも1号か 0.85 ぐらいをベースで考えてもらったらいいのかなと思います。すごい、はい、だからリールの P ラインの太さによってリールの番手を変えるみたいな感じ。P0.85 は C3000、 1号は4000、 1.2 号とか 1.5 号は5000使うようにしてます。ですね、はい、わかりました。じゃあナムリジグとタンクステングジグ、どちらを使うのがいいのでしょうか。どちらも使うのも正解です。あ、そうです。やっぱりその、まあ、特徴としてタングステンっていうのは比重が重たいので、うん、はい、例えば同じ 50g のジグを作った時でも、はい、タングステンの方が小さくなるんですね。だから食いしぶってる時とか、はい、魚がすごいこうマイクロベイトを食ってる時なんかっていうのは、やっぱりシルエットを落としてあげた方が魚はバイトしてきやすい、はい、やっぱり大きい餌を食べようとする時っていうのは、そのターゲットである魚もやっぱり危険があるわけよね。餌を食べる時っていうのは次違う魚に食べられる危険性があるから、やっぱり小さい餌で自分がこう無理せずに食べる餌を探そうっていうこともあるから、そういう時はタングステン。でも魚がいっぱいいたりとか、今日はすごく食いがいい時にジグを小さくしてしまうと魚が見つけにくいでしょ。だからあえてそこは鉛を使ってシルエットを大きくして目立たせて食わすっていうのも技です。わかりました。はい、だからどっちもいるんですよ。はい、はい、ここがすごく大事です。はい、はい、ありがとうございます。山本さん、あのリールのサイズとあのジグのサイズと水栓ジグは全部もう喋ったけど、はい、あのロッドの方は、はい、LJ とスーパーライトジギングは、はい、どうしますか。今回のこのリミテッドシリーズは、すごくね M40X っていうすごくね硬くて強い材料を使ってるんですよ。なのでこれ見てください。例えばこの竿でもこんなに細いで、驚きの軽さ、めちゃくちゃ軽いでしょ。でこのね、このしなやかな曲がりっていうのを考えて作ってあります。っていうのが、まあ、軽くて、強いロッドっていうのがやっぱり必要不可欠。スーパーライト、ライトジギングっていうのは小さい魚を狙うだけじゃなくて、ライトなタックルで大きい魚を狙いたいっていうのが僕のコンセプト。あ、そうですね。はい、だからこういう軽くて細い竿でもパワーがすごい。じゃあこれはスーパーライトジギング向きですね。これは、SLJ って書いてるのはスーパーライトジギング向きで、こっちの LJ って書いてるのはライトジギング向き、はい、で特徴はこれ見てください。グリップエンドがカーボンでできてる。これが軽さにつながる。はい、でこうつないであるんだけど、こうワンピースのような曲がりをするように作ってある。でグリップのこの部分ね、カーボンやけどしっかりちゃんとテーパーがついてて曲がる。だから魚をこのグリップの中で上げてくることができる。はい、でここがこういう柔らかい材料質がないっていうことは、感度がびっくりするぐらい、この高感度が僕の使った中でびっくりしたのが、潮がない時に小さいこうライトジギング、スーパーライトジギングしてるでしょ、このぐらいの魚が寄ってきたら分かる、本番に。それぐらい高感度で感じるの。脇にも振動してくる。でこの手からここの硬い、全部ここカーボンでできてるから振動をすごく手に伝えることができる。そうだからジギングって海の中を想像する釣りやから、それがより海の中が明確に伝わってくるから、この竿のリミテッドのこの高感度はめちゃくちゃやばい。さらにこの細くて軽い竿が使うとジグをきれいに動かしてくれるテーパーになってる。だから釣れる竿っていうのを目指してるから、竿の戻り方っていうのにすごいこだわって
で戻る力もリミテッドっていうのは人間が楽になるように強いカーボンの力で竿を戻して魚を上げたりとかルアーを操作するようにできてる、うん、これは細くて軽いけどすごい強い竿に仕上がってます。これはもうねライトジギングの LJ も一緒、そう、うん、同じコンセプトは一緒、それぐらいこだわって今回のロッドはできてます。なるほどです、はい、じゃあ山野さん今日はこっちまでですね、はい、このビデオは、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。情報は、はい、じゃあ皆さんもう私と一緒山野さんにいいね押してね、でこの情報をなんか役立つにだったらぜひこのビデオをお友達にシェアしてください。シェアしてください。じゃあまた次のビデオで会いましょう。はい。We'll be right back.